みなさんこんにちは、赤星里奈です。今日はこうちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。その名も、恋人からめっちゃ頑張って作ったけど絶対にいらんもんをもらったら男性はどういう反応をするか、ドッキリです。イエーイ。みなさん見てください、ここにあるものたち、なんだかお分かりでしょうか。これはスマートフォンのケース。これは私が手書きでも書いてますね、コリラックマのやつと。これ石。そうです、これは昔流行っていたデコ電。今もやってる人もいるんかもしれんけど、まあそうそう見ないですよね。で、私は結構キラキラが好きで昔やってたんですけど、もちろん今は薄いタイプのスマホケースなんですけど、私ね、ピアノ以外に趣味がなくって、 YouTube を始めてやっとなんか動画編集とか面白いことやるっていう趣味ができたんですけど、それまでは本当に趣味って聞かれてももう趣味イコールピアノみたいな感じだったんですよね。で、趣味を作れと言われましてね、昔のピアノの先生に。で、私ってなんか好きなことあるかなと思ったんですけど、私はめっちゃ集中しないといけない細かい作業がめっちゃ好きなんですよ。こう全てを忘れられるじゃないですけど、だからお裁縫とかで、一時期このストーンをひたすらこう一粒ずつ並べていくということにハマった時期があったんですね。なので今日はそれを活かしてこれをストーンで埋め尽くしたいと思います。しかもね、これ考えてみてください、35歳の男性がコリラックマ、しかもキラキラ、しかも極めつけこれ、リナの R 入れました。いや絶対つかまへんやろこれ、普通に絶対恥ずかしいと思うんですよ。やけどどう見たってめっちゃ頑張って作ってるじゃないですかこれね。それを見て数々のドッキリに騙され続けてきた夫は一体どういう反応するのか楽しみですね。いらんとも言えへんしな、さすがにつけへんと思うけど、つけへんくても、まあ、家には飾ってくれるでしょ。コリラックマ好きなんでね、このハートに囲まれた R し明らかに女の名前やし、それを普通に仕事とかでスマホ使うじゃないですか、その場所に持っていってっていうのはちょっと考えにくいんで、まあ、多分私の予想では、リナちゃんすごいありがとう、でもこれはつけられないなって言うと思う。ではこっからレッツ早送り。BGM は優雅にショパンを聴きながらやっておりますけれども、なかなかねこれ理解してもらえるんですよね、この趣味。あ、そうそう、今これはリラックマのクマを形取ってますね。黒の石からとりあえず並べようっていう魂胆です。目と鼻ですね。石のサイズこれめっちゃ適当に買ったけど、なんかわからんけどうまいこといきました。あ、ほんでそう、耳もやって、で顔もね埋めていきますよ。これね全部スワロフスキーで、リラックマ、じゃあこれ何、コリラックマの色がわからんかってんけど、適当に黄色っぽいやつやったらなんかええ感じになった。お母さんも料理は適当って言うてたしな。リラックマ完成。完成しました。そう、てか私この規模のやつやったことなくてさ、どっから埋めていったらええねんろってことで適当にやってます。さっきから適当しか言うてへんがな。ドットできた。ドットできた。さて大事な大事な R を埋めて、さあさっきまでは1日目でした、2日目はどこまでいけるんでしょうかね。2日目はもうすっかりこの青のねやつを埋め始めてます。これの何が難しいかっていうのは、まっすぐね並べていく作業、すごいもうね職人技みたいな感じで、ね、職人になりきってやってみましたよ。これの何がいいかって、無心になれるんですよね。ピアノ弾いてる時って無心になれないじゃないですか、あのいろいろ考えてね、練習の時は。本番はまあ無心というか感情でいいと思うけどさ、ほらだからこう考えることに疲れたのよ私は。もう考えるな感じろって誰かも言うてたような、言うてなかったような、どんなような、こんなような、まあちょっと取り乱しましたけれども、無でこの石を並べている時間、これプライスレス。でもね、妹とかにもよく言われてたんですけど、ほんまに頭おかしになりそうやっていう風に言われてました。今流行りのあたおか、逆にストレスたまらへんみたいな。もうこれ楽しいんですけどね、なんか光の感じ変わったから多分これ3日目ですね。完全にさあ言うてる間にもう完成近づいてきましたよ。できるんちゃう、もうとりあえず全部埋まったよ。できました。だからあとこういう隙間とかを埋めていきます。これ隙間埋めるんがさ、石がもうねものすごいちっちゃいやつじゃないとあかんくて、それ買うのさもったいないからさ、うん、隙間空いたままええやろ、どうせつけへんしな。できたー。いや映ってへんがな。ついに完成いたしました。
見てください、この頑張り。全然ちょっとこの辺埋まってへんけど、これスワロフスキーでね、実際見たらねめっちゃキラキラなんですよ。 R も履いてます。わかりにくいけど、これねさすがにつけへんと思うわ。さすがに恥ずかしいやろこれ。お母さんとかお父さんに見られたら絶対恥ずかしい。なんなら R って書いてんの私が作ったとか言われるのも私が恥ずかしいし、つけんといてほしいわむしろ。これ絶対つけへんと思うけど、どうなんやろ、どう思います皆さん。こうちゃんやったらつけるかな。こうちゃんってめっちゃ嘘つけないんですよね。私基本サプライズもしないんですけど、でもサプライズたまにしても反応めっちゃ微妙なんですよね。あんまり嬉しくないもんもらっても喜べない人なんですよ。普通嘘でもさ、え、これ俺欲しかったやつやとか言うやん。そういうことがねできないんですよあの人は。私結構つけてって言っていくんで、積極的にな、これつけてくれるやんな、つけてくれるやんな、めっちゃ頑張ってね、めっちゃ頑張って石並べてつけてくれるやんなって結構積極的に押しでいくんで、明らかにめっちゃ頑張ったけど絶対いらんもん代表みたいな感じやなこれ。ってことで今度ね会える時が来たらドッキリを仕掛けていきたいと思います。ってことでね、今からもうすぐあと多分もう 2,3 分したら夫が来るんですけど、ついに渡してみたいと思います。まあ設定としてはっていうか、本気で心込めて本気でこうちゃんが喜んでくれると思って作りましたっていう感じで、ほんまに本気で渡すんで、どう見たってこれ頑張ったよね。めちゃめちゃ意思頑張って並べたから、その頑張りを認めるか、絶対いらんと思うのよこれ正直。いらんけどもその感情を押し殺してつけてくれるっていうか喜んでくれるのか、はたまたちょっとその感情を隠しきれずに微妙な反応をするのかっていうところが見どころなんですけど、私の予想としては絶対半割れになると思う。もういつもあんねん、そのこうちゃんがよくする顔あんねん、あ、ありがとうって感じで苦笑いすると思うんで、それが私の予想、多分当たる。でこれ YouTube 用じゃなくて普通にプライベートの映像ってことで言うから、今日はいつも YouTube の時にやってるあの机はなしであえて撮ります。ってことでこうちゃんが来るのを待ちます。来た、来ました。こうちゃん、こうちゃん、ちょっと来て、ちょっと来て、はい、そこ座って。あ、YouTube 撮んの？うん、今日はな、YouTube じゃないね。え、どういうこと？え、別に普通にプライベートで。だってほら、どこに座んの？え、その辺に座って。ほ、うん、正座？別に、だってプライベート用やから。じゃあ、プライベート用って何？え、なんでよ、いつもクリスマスとか撮ってるやん、お正月とか。ああ、そういうことね。うん、あ、オッケー。さあ、なんで動画撮ると思う？プライなんかあるってことやん。うちら会えへんかったやん、最近の。うん。記念日。5月。そう。何月？会えへんかったやん。うん、でその時にな、送ったやん、お互い手紙みたいな。うん。それプラスでなんと、プレゼントあります。本当に？めっちゃ頑張ったが。めっちゃ頑張った。頑張った？めっちゃ頑張った。手作り。すごっ。そば。違う。何だの？手作りできるもん。手作りできるもん。財布とか T シャツとか。T シャツはいらんくない？T シャツはいらんくない。手作り？ピアスじゃなくて手作り。男でなんか手作りのもある。なんでよ、マフラーとかあげたやん。あ、でも夏だよ。マフラーはもうあれは60年使うよ。これからな。靴下。ポーちゃん気に入ってくれるか心配。靴下。気に入ってくれるか心配。靴下。なんか身につけるもん。ある意味。気に入ってくれるかってことは。そうそうそう。でも気に入ってくれるかちょっと心配やけど。じゃあ行くで。はい。いや別に特に放送とかもしてないねんけど。あ、そうなの。ちょっと目閉じて。目閉じる。わかった。行くで。はい。え？え？買ったの？すごっ。俺、え、めっちゃ可愛い。いらんかった。いる。いらん。俺の大好きなゴリラクマ。え、買ったでしょ、このクオリティ。うん、作った。え、すごくない？すごくない？あ、でも、つけるこれ。つける、めっちゃつける。え、つける？2個ぐらいつける。え、つける？え、だって俺の大好きなゴリラクマ。つける？なんでダメなの？え、だから爆発するの？え、つけるんや。え、つける？つけていい？うん、つけてみて。いいの？つけて。どう？すごい。あ、すごい。かわいくない？めっちゃ。しかも見て、R。R。うん。かわいい。あ、すごくない？いらんかった？え、めっちゃいい。いらんかった。どこだどこだ。なん、いる。ありがとう。どこにつける？つける。つけた。もう外さない。もう外れない。
すごい？すごくない？すごくない？すごい、すごいよね。すごいよね。え、どういうこと、どういうこと、何、何その反応。え、めっちゃ可愛くない？え、めっちゃ可愛くない？よかった。どういうこと、どういうこと。え、つけるん？くる。え、家帰ったら取るやろ。どんなんどんなん、もうこれ捨てる今。つける？ダメだ。え、どういうこと、ダメなの。めっちゃいいじゃん。え、ほんまに気に入った？めっちゃ気に入った。嘘。仕事とかでこう置いてて恥ずかしくない？別に。え、R って何って言われたらどうするの？りんのちゃんだよ。え、大丈夫？これから夏ですごい外で輝くと思う。別になんか問題ある。え、ちょっと待って、なんで。え、なんか怒られるのダメなのかな、世間的にやばい。なんで。再現度すごくない？ちょっと感動してるやん。やった。喜んだ。え、めっちゃありがとう、本当に。もうマフラーに並ぶぐらいの嬉しさ。へえ。やっぱ手作りなもの好き。手作りの。あどういうこと、どういうこと。え、どういうこと、買ったってこと。いや違う、ドッキリなんよこれは。で、どういうこと。いや作ったよ。で、このドッキリのタイトルが、妻が明らかに頑張って作ったけど絶対にいらんもんを夫はつけるのかどうかっていう。え、めっちゃいるもんじゃん。いるものじゃないこれ、すごくない。え、でもさ、恥ずかしくない？どこが嬉しい普通。え、ほら、だってさ、普段こうさ、うん、こうめっちゃかっこよくない、ほら、かわいくない。あ、電車とかかわいくない。うん、かわいい、かわいい、うん、かわいい。ってことで、検証結果、これ YouTube の動画かな。え、嘘。検証結果としては、夫は喜んでくれました。え、だってさ、いや、いらんくない。ちょっとさすがにさ、今時こんなキラキラつけてる人いる？あ、時代が違うの、もしかして。終わったとは言わんけど、まあ、あんまりレアだよ。 しかもこのおっさんがつけてはみないってこと。おっさんがつけてはみないってこと。え、これ例えばお母さんに何か言われたらどうするの？もらったって。R とか痛いなって言われたらどうする？痛くないね。恥ずかしくないんや。全然恥ずかしくないけど、どこが恥ずかしいの？ミスったわ。なんなら欲しい。よかった。じゃあ、なんか気に入ってくれて。めっちゃ頑張ったくない？え、すごくない？私の予想はさ、こうちゃんいつもよくなんか、私にもらって、なんか微妙な反応するってわけ。なんか嘘つけへんやん、全然。うん、だから、絶対苦笑で、ありがとう。で、私の頭の中の台本では、悲しいんでちょっと、え、いらんかったんだよ。つけてくれるみたいな。うん、って言ってこうちゃんが、うんうん、つけるつけるって言って、いやいや、ね、で、そうそう、で、家とかで外すっていう台本で、正直どうやったって言ったら、正直ちょっとこれはっていうのを予想してて、そうやから動画にしたんやけど、これやったら全然おもんない動画になりました。はい、じゃあもう一回撮る。もう一回。もう一回撮る。いいんじゃん、いいんじゃん。嬉しい？めっちゃ嬉しい。だってさ、普通ドッキリだったら本当にいらんもんやってくんないと。ほんまにいらんくないこれ。いらんけど、手の込んでるものじゃないと検証できひんや。だってその辺で拾ってきた草とかあげても絶対喜ばへんから。ゴリラックマにしたのが敗因ですね。あ、じゃあそこが何やったらよかった？メガネとかやったらよかった？メガネも可愛いね。じゃあそこが何やろ？掃除機の柄とか。あ、掃除機はいらんかな。あ、そしたらここ掃除機の絵やったらはいらんかな。だから微妙に掃除機やったらさ、絶対嘘やんってなるよ。ネタでやってるやんみたいな。だけど、うう、ね、本気でやった感を出したくてこリラックマした。え、嬉しい、嬉しい、よかった、ありがとう。うん、何やこの動画。え、もう一パターン撮った方がいいちゃんと。もうええわ。どうもありがとうございました。